Lisa and Reimu presents.6月にファイナルファンタジーの最新作が発売されたそうだな。私たち世界遺産も大好きだけどゲームも大好きだからやってみたいわね。ただ、最近の FF はちょっと綺麗すぎるのよ。昔のドット絵の頃とは別物だからな。でもそれ以上にシナリオもだいぶ違うよな。そうなのよ、スーファミ時代の FF はなんといってもシンプルかつ濃厚なストーリーが良かったのよ。13とか、パルスのファルシのルシが国運でパージとか、わけがわからないことになってたじゃない。あれはディレクターがバハムートラブーンで有名な鳥山もトムさんだったし。この話はキリがないから飛ばすとして、今回は世界遺産と FF のコラボ企画をするんでしょう。そう、FF の中に出てくる地名や施設で、実在の世界遺産に似ているものを紹介するんだぜ。確かに、どっかで聞いたことのある街やダンジョンがよく出てきたわね。昔を懐かしみながら、確かに世界遺産っぽいっていうのを楽しんでもらえると嬉しいわ。まず最初に紹介するのは FF5 から、カルナック城だ。火のクリスタルがあったお城よね。最終的には爆発しちゃうんだけど、そこから脱出する次元イベントがトラウマだったわ。火力戦の仕掛けもめんどくさかったし序盤の肝となる地域よね。でも、このカルナックなんて世界遺産にあったかしら。エジプトの世界遺産古代都市テイベト墓地遺跡の構成遺産にカルナック神殿として含まれてるんだぜ。書籍によってはカルナクと記載されてるけど。ああ、そんなのあったわねー。世界遺産登録名ではなく構成遺産の方にあったとは完全に抜け落ちてたわ。確かエジプト新王国時代の遺跡群よね。そう。ここは1979年に世界文化遺産に登録されたんだ。登録基準は1創造的才能、3文化文明、6その他歴史上の出来事、の3項目が適用されてるんだ。カルナック神殿は神殿群の中心にあって、およそ5000平方メートルの大列柱広間が有名だな。近くには歴代エジプトが眠る王家の墓もあるのよね。女性ファラオであるハトシェプスと女王総裁殿という美しい建物もあるわ。FF5 のカルナックもヒステリックな女王様がいらっしゃったけど、関連性はあるのかしら。ここがモデルになったのかは謎だけど、なんとなくエジプトイコール、砂漠イコール、火というのはイメージしやすいな。というわけで、まずは FF5 よりカルナックを紹介したんだぜ。次も FF5 より、タイクーンの隕石だ。オープニングでガラフが乗ってきたハンバーグみたいな隕石ね。レナが隕石パワーとか造語を言い出した時にはたまげたわ。でも、これって建物でもなんでもないじゃないのよ。これに関連した世界遺産があるっていうの？2005年に登録された南アフリカの世界自然遺産フレデフォートドームだぜ。現存する世界最大の隕石小クレーターで、20億2300万以上前に衝突し、地殻変動を引き起こしたそうだ。登録基準は8地形の1項目が採用されてるんだぜ。ウプ主の高校の英語教師が南アフリカに住んでた人だったから、ここに行ったことがあるか聞いたことがあるんだけど、危険な場所だから日本人があまり行くところではないと言われたそうよ。ヨハネスブルクから南西 120km の場所らしいからな。アクセスも良くないと思われるんだぜ。日本人ブロガーさんがヨハネスブルクから日帰りで行けるとか書いてたけど、そもそもヨハネス自体がミッドガルみたいな無法地帯のイメージだから、どうすりゃいいのよって感じだわ。次に FF6 より、オペラ劇場だ。ここのオペライベントはゲーム史の中でも屈指の名シーンね。アリアという名曲に合わせて歌詞を選択していくミニゲームがあるんだけど、これが印象的なのよねー。このアリアって曲は作詞したスタッフの北瀬氏のラブレターらしいな。作曲家の植松信夫氏が暴露したそうだ。妙に生々しい歌詞だったけどそういうエピソードがあったのね。で、ここに関する世界遺産はズバリ、シドニーオペラハウスなんだぜ。オーストラリアだと数少ない文化遺産ね。この国ってほとんどが自然遺産だから、
2007年に登録されたんだけど、登録基準は1人類の創造的才能を表す傑作の1項目のみが該当。これも珍しい登録例なんだぜ。1だけで登録されているものとしては他の世界遺産だとインドのタージマハルが有名よね。1959年に着工したんだけど、建築家ヨーン・ウッソンによる独創的な形状と構造の設計で工事が大幅に遅れ、竣工は1973年に、シドニー並びにオーストラリアのシンボルとして親しまれているんだ。FF6 のオペラ劇場もジドールの貴族を抱えの場所だったし、なんとなくシンボルとしての関係性が似てるわね。こんな二枚貝が何重にも開いた建物じゃないかもしれないけど、当初の設計者ウッソンは工事計画がうまくいかず、公共事業関係者ともうまく関係が築けずに辞任。この時以来、生涯二度とオーストラリアの地を踏まなかったそうだ。もともとの設計者なのに、かわいそうよね。彼の奇抜なデザインのおかげでここまで有名なスポットになったのに、有名になったからこそ、自分が最後まで関われなかった無念もあったんだろうな。何はともあれ、登録基準1のみで登録された世界遺産としても非常に珍しいスポットを紹介したんだぜ。次が、FF7 より雄大五教の塔。水龍様が祀られていて、雪が五教生と勝負するサブイベントが発生するんだ。ウータイってユフィがマテリア盗んで探すのがすごい面倒くさかったのよね。わがままな性格も相まって私はちょっと苦手だわ。リミット技もあんまり強くないし、あとちょっと髪型が最近話題のヒロスエっぽいのよね。霊夢は若くて可愛い女の子が嫌いなのでは。別に嫉妬してるわけじゃないわよ。人のものを盗むっていうのがちょっとね。あと私も神社の巫女としてのプライドがあるのよ。そんなことより、この五重の塔はどこの世界遺産に例えるのかしら？ FF 行きでは法隆寺の五重の塔がモチーフか？っていう意見もあったけど、ズバリ、厳島神社の五重の塔なんだぜ。というのも、FF7 のは、五教の塔の前の広場の神社っぽい建物も含めて、全体的に赤っぽいからな。法隆寺とか興福寺の五重の塔よりも赤みと神社との調和面から、厳島神社を採用したんだぜ。確かに。ダチャオ像とか五重の塔とかは仏教っぽいんだけど、朱色の建物は神仏集合っぽいイメージを連想させるわね。神社に付随して建てられた仏教寺院を神宮寺って言うんだけど、そのイメージだわ。というわけで、厳島神社については、結構前に説明動画をオープンしてるからそっちも見てほしいんだぜ。提督とか4人で解説した時の動画よね。脚本のセリフ回しが大変すぎて彼らは更迭したのは、今ではいい思い出だわ。続いて、FF8 よりガルバディア。デリングシティを首都とするガルバディア大陸の独裁覇権国営、FF8 における軍事大国なんだぜ。ヒロインのリノアのお父さんがここの軍の大佐なんだ。序盤の大詰めって感じの場所よね。魔女イデアが支配していてなんか北朝鮮みたいなイメージの国だわ。あの国よりは自由度がありそうだと思うぜ。どっちかというとアメリカって感じだと思うがな。大統領がいるし、で、ここが一体何の世界遺産と関係があるのよ。ズバリ、カルパティア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林だ。ヨーロッパ18カ国にまたがるヨーロッパブナの森林なんだぜ。ちょっと名前しかほとんど共通点がないじゃないのよ。こじつけにも程があるわ。ただの尺稼ぎじゃないのよ。この世界遺産はもともとスロバキアとウクライナの2カ国で登録されていたんだ。でもそれが2011年にはドイツ中部北西部にある15カ所のブナ林が追加され、カルパティア山脈のブナ原生林とドイツの古代ブナ林って名前に変わったんだ。何年かおきにヨーロッパの国々がうちの森も入れていって増えてったのよね。なんか便乗してるみたいな言い方だな。でもヨーロッパブナの遺伝的適応を表し、ブナ族の進化を理解するのにとても重要な世界遺産なんだぜ。確かに、何年かおきに共同推薦国が増えていく感じが、軍事国家として領土を広げていく FF8 のガルバディアっぽいわね。ブナ原生林といえば、日本の白神山地も連想してしまうよな。なんかライバルって感じよね。西のカルパティア、東の白神山地って感じかしら。
まるで FF8 のガルバディアとエスタの二大大国って感じね。最後に、FF10 ザナルカンド遺跡。1000年前、FF10 の世界であるスピラに存在していた遺跡だ。主人公のティーダとヒロインのユーナ一行は、ここで究極召喚を得るために旅をすることになる。説明すると色々とネタバレになっちゃうけど、ティーダはここの住民の夢の存在なのよね。てか名前が似てるからもうわかったわ。ウズベキスタンの文化交差路サマルカンドでしょ。その通り、シルクロードのほぼ中央の位置するオアシス都市で、2001年に登録されたんだ。登録基準は1人類の創造的才能、2文化交流、4建築様式建築技術が適用されているんだぜ。ティムール朝の首都として、壮麗なモスクやマドラサイスラム教の学校が立ち並び、サマルカンドブルーと呼ばれる美しい青い建物から、青の都とも呼ばれるんだ。レギスタン広場やティムール一族の霊廟のブーリアミール廟が有名よね。FF ウィキ曰く、当初はアジアンテイストにしたく、〇〇スタンや、〇〇カンドって名前にしたかったようで、レギスタンという名前にしようとしたそうだ。でも、実在する名前だったからサマルカンドって名前になったっぽいぜ。サマルカンドってモンゴル帝国によって一度廃墟になってるわけだし、意外と共通点あるかもね。イスラムっぽい雰囲気が FF10 のアジアンな雰囲気とは少しミスマッチな感じがするけど、まあ、多様な文化交流があった場所だし、FF10 の多種多様な種族や文化の世界観と合わせて連想してもらえればと思うぜ。それにザナルカンドってザナブ桃源郷っぽくて、私はいいネーミングだと思うぜ。というわけで、今回は日本を代表する RPG ファイナルファンタジーと関連世界遺産を紹介したんだぜ。紹介も何も、ほとんどがこじつけじゃないのよ。双方のファンから怒られそうで怖いくらいだわ。ゲームをきっかけに世界遺産を学ぶことにつながればと思ってな。他にも、ピラミッドとかもあったんだけど、尺の都合でカットしたんだぜ。ヨルダンのペトラ遺跡とかも FF12 にそれっぽいダンジョンがあったのよねー。シリーズ通して城とか神殿がやたら出てくるから、きっと他にもあるはずだわ。他にも、ぜひプレイ中に見つけた世界遺産があれば、コメントで教えてほしいんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。